エントリーナンバー2番、小田杏樹さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。日本の歴史は誇りであり、そしてこのような素晴らしい、それでは登場していただきましょう。ご注目ください。13人の登場です。まずは純粋に驚きが先にやってきました。で、少し遅れて喜びも感じたんですが、そしたら同時にこの襷の重みを感じて責任感を感じています。今は一番責任感を感じております。私は東京日本橋で育ちました。本当に江戸っ子という感じで、このようにかしこまっているのがちょっと自分で見ても笑っちゃうような江戸っ子です。なので地元日本橋の活性化に何か力になれればなというふうにいつも思っています。